のミネ FC に所属しています。今日教わったことを勉強して次に生かしたいと思います。5年生の最後の方から始めました。自分はキーパーとして成長できなかったので、ここを見つけて入りました。いつも学べないことをいろいろと学べたのが良かったです。今後は最上級生としてチームを引っ張っていく選手として、もっと勉強して頑張っていきたいです。中3で筑波 FC に所属してます。小4ぐらいの時からです。少年の時の先輩が入っていたからです。チームでは学べないようなトレーニングが学べたりできるのでいいと思います。スクールでも頑張っていい高校に行けるように頑張りたいです。